すべてが終わった。ユダヤの教えの先生たちはピラトという人にイエスは危険だ、王様になりたがっていると言いました。ピラトがイエス様に、本当なのかと聞くと、イエス様は答えられました。私は王ですが、この世界の王ではありません。この男は悪くない。ピラトは言いました。殺す理由がない。自由にする。ところが、集まった人々は、殺してしまえと叫びました。そこでピラトは、兵隊たちに命令して、イエス様を鞭打ちにしました。兵隊たちはイエス様の頭に無理やりトゲだらけの冠をかぶせました。そして十字架を担がせ、丘の上へと登らせたのです。丘に着くと、ローマの兵隊がイエス様の手と足に釘を打って十字架につけました。イエス様の十字架は悪いことをした二人の人の間に高く立てられました。お昼頃、空が暗くなりました。イエス様の弟子たちはみんな泣いていました。ユダヤの教えの先生たちは笑って言いました。他の人を救ったのに自分は救えないのか。イエス様は言われました。父よ、あの人たちを許してあげてください。イエス様が亡くなる時が近づきました。目を閉じて言われました。すべてが終わった。イエス様は私たちを愛して十字架にかかってくださったのです。イエス様に従っていたヨセフという人がイエス様の体を新しいお墓に入れて大きな石を転がして蓋をしました。長い悲しい金曜日が終わりました。空っぽのお墓。日曜日の朝、女の人たちがイエス様の体にいい匂いの油を塗るためにお墓に行きました。入り口に大きな石があることは知っていたので、どうやって動かそうかと思っていました。ところがお墓に着くと、石はもうどかされていて、イエス様の体はなくなっていました。そこには天使がいました。イエス様は生きています、行って弟子たちに伝えなさい。女の人たちが弟子たちに伝えると、ペテロとヨハネは自分の目で確かめようと走っていきました。お墓にあったのはイエス様のお体に巻いていた布だけでした。二人はわけがわからないまま家に帰りました。それから弟子たちは一つの部屋に集まって話し合っていました。するとイエス様が現れたのです。みんな幽霊だと思い怖くなりました。大丈夫、イエス様は言われました。私の手と足を見て触ってごらん。ここに何か食べ物はありますか。そしてイエス様は魚を食べました。それから弟子たちに教えられました。聖書には救い主は苦しんで死にますが生き返ると書いてあります。世界中に行って見たことを伝えなさい。神様を信じれば罪が許されることをみんなに教えなさい。私が死んで生き返ったからです。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。